ちは、みみです。皆さん、こんにちは、さきです。久々ですね。今回はこのメンバーでですね、ドンキホーテさん1万円企画をしていきたいと思います。イエーイ、嬉しい、光栄でございます。最高の企画。今回はね、ドンキホーテさんで売っている服を紹介していくんですけれども、ドンキホーテって全然服のイメージないじゃん。ない。普通に可愛い服とかめっちゃ売ってて。じゃあもうほんと早速ね、早くお目指したい。もう今からね、紹介していきたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、ということで私の1個デメなんですけど、藤田ニコロンさんプロデュースのブランドのニコロンさんの新ラインのトゥークロンっていうブランドなんですけど、まずこのトップスがベストみたいな感じになってて、ロンティーとベストがつながってるんですよ。だから1回ですぐ楽に着れます。袖のクマちゃんがね、両サイドにいるんですけど、ピンク、青、黄色っていうのが可愛いですね。そしてスカート、左の方にね、チャックがついてて、こう締めてもちょっとタイトスカート的な感じでいけるし、開けたらちょっとなんかプリンツ的なやつにちょっと見えるかなみたいな。で、チェック柄が可愛いです。2パターンで履けます。メーカーにもね、ロゴが入ってるんですけど、このバーコードちょっとここにポンってあるのがね、可愛いですね。じゃん、こんな感じの、もう私たち世代にね、すっごい人気な量産型のマイメロディーがプリントされてるトップスなんですけど、ファンシーなマイメロちゃんがたくさん散らばってますね。めっちゃ可愛い、色鮮やかでね、すごいカラフル で、そしてすごいね、ゆったりしてるので着やすくて、トップスがゆったりしてるので、こんな感じのちょっとキュッてしまった感じのショートパンツにね、合わせてみました。セットアップなんですけど、もう超可愛くて、ニコロンさんのブランドのキャラクターのニコンシャっていうね、キャラクターなんですけど、私もほんとこれね、普段から大好きなキャラクターなんですけれども、これがめっちゃポイントで、まあ、あとは編み上げがこのサイドと足にもね、サイドあって、これがめっちゃキュートなポイントだなって思います。こちらのね、パーカーが裏肝になってるので、めちゃめちゃ暖かくて、もうさっき着たばっかりなのに今めっちゃポカポカしてる感じです。あとはもうフードとかもついてるので、これで暖かみも感じれるし、ちょっと家から出たいっていう時もおしゃれねしたいんですよ。でもラフな格好で行きたいっていう時には、こちらのコーデはめちゃめちゃおすすめですね。コンビニとか行っても本当に恥ずかしくない格好だなと思います。はい、みなみのニコデムです。トゥーコロンさんの、ブランドなんですけど、セットアップになってまして、まず上のポイントはパステルカラーで、このね、大きく書いてあって、でも結構シンプルで可愛いです。リボンで紐になってて、ここにポッケあるのが私すごい好きで、お家でテレビ見てる時とかこうやってねやっちゃうんですよ。部屋着としても着れます。ボアジニックって言って、ちょっとふわふわしてるのプラス結構長めなんですよ、これが。だからダボって着たい子とか、それがおすすめです。私もダボって着るのすごい好きなので、でフードもついてるので、すごくだるまにもなれますっていう感じです。今からね、寒くなるので、パジャマにしたらすごいモコモコも気持ちいいので、幸せな気分で寝れますね。ってことで、みなみのニコデムでした。続いては私のね、もう大好きな地雷系のクロミちゃんのパーカーなんですけど、このフードのリボンがベロア生地になってるんですけど、もうそこがね、私のお気に入りポイントですね。後ろのバックプリントも普通のプリントじゃなくて、サテン生地になってるんですよね。めっちゃ可愛いんですよ。で、前のこのクロミっていうポイントもめっちゃ可愛いですね。これ後ろから見ても前から見ても可愛いっていう感じで、すごいお気に入りのパーカーです。いや、もう可愛いんですけど、今回もニコウサさんの服なんですけれども、こう正面向いた時に、まあ、シンプルで可愛いみたいになるじゃないですか。聞いてください、もう後ろ見てください。じゃじゃん、ニコウサがカップケーキに何匹もこう集まってるのがめっちゃ可愛くて、まあ、ラキモンになっててすっごい暖かいんですけど、サイドにジップがついてるんですね。なので、まあ、開け閉めできるし、めっちゃラフなんですよ。ゆったりとしたねシルエットなので、あーめっちゃ居心地いいです。3コーデ目です。1コーデ目と2コーデ目と同様に、トゥーコロさんのブランドのお洋服です。
ゆったりまた着れるようなお洋服で、お家の中でもこう部屋着として着れたり、でも普通にこれで1枚でもお出かけとかできるので、私こういうねラフな格好大好きなのですごい可愛いですね。で袖にここがねメッシュになってて、ここ一部が切り替えになってるんですよ、生地が。後ろ向くとですね、バックプリントが入ってまして、めっちゃくちゃ可愛いんですよ。これが最近って後ろ姿を撮ったりするのが流行ってると思うんですけど、すごい映えるので、このお洋服ぴったりだと思います。そしてあと、こう胸元にチャックがあるんですよ。でこれね、ここまで下がるんですけど、ここにトゥーコロンって書いてあります。ここをスッキリさせたいなって思った時、まずちょっと開けるとね、また雰囲気が変わると思います。以上、みなみのコーデでした。バイバーイ。ラスト、またまた量産系のマイメロちゃんです。めっちゃ可愛くないですか？はい、ということで、ちょっと全体的に甘めなんですけど、ここにあるこのメロアの編み上げなんですけど、黒なので締めている感じがして、ここもポイントかなって思います。そして胸元にマイメロちゃんがいます。めっちゃ可愛い。そしてこの下にも胸元にフリルがついているので、一気に女の子さが増しますね。この袖のねチュールになってるんですけど、めっちゃ可愛いの。袖にボリュームが出て、ちょっとポイントになってアクセントになるんじゃないかなって思います。甘々にしたい方は白いスカートとかフリルのスカートとかでもすごいいいと思うんですけど、甘辛にしたいなって感じの子はこういう感じの私みたいな黒いスカート履いたり、ちょっとラインがね見えやすい黒いパンツとか履いたりするのがおすすめです。じゃじゃじゃーん、ラストのコーナーはこちら。今回もニコウサさんのモコモコのつなぎとなっております。まあ、見たら分かるかもしれないけど、多分みんなの見てる以上にモコモコ感がすごくて、もう眠たくなって、もうほんと癒しって感じですね。こちらね5色展開となってまして、まずはこちらのホワイト、あとラベンダー、あとイエローとオレンジとなっております。今私が着てるねピンクとなっているんですけれども、まずこちらのフード、表情があると思うんですけど、これが全部ね5個全部違うんですよ。なので、まあ、一つ一つ楽しめるっていうのと、一緒に尻尾があると思うんですけれども、これもね違うんですよ、一匹一匹。可愛らしいハートとなってるんですけど、まあ例えばねこちらのねラベンダーだったら花の形になってるとか、尻尾が全部違うっていうのもめちゃめちゃね個性あふれててとてもいいと思います。本当にゆるっとしたシルエットがめちゃめちゃ良くて、ほんと長くなるんですよ、これめっちゃ癒されるから。めっちゃ暖かいのでね、冬には絶対に必要です。はい、ということで皆さんお気づきでしょう。あ、すいません。ニコウサのモコモコのつなぎをね、おみやみちゃんとおさきちゃんにもね色地を着てもらいました。かわいい、すごい、すごい、かわいい、めっちゃ居心地いいです、うん。はい、ということでね、改めてドンキホーテさんで売ってるコーデをね紹介したんですけれども、はい、ドンキホーテさんにこんな可愛いブランドが売ってるのはね、知らなかったですね。しかも今日紹介した以外にもたくさんお洋服あったので、ちょっと本当にチェックしてほしいです。はい、テンション上がった。今回紹介したのはもう全てドンキホーテさんにて発売されているので、ちょっとでも可愛いとか欲しいとか絶対に買った方がほんと損しないし、お近くのドンキホーテさんにて駆け込んでくださいませ。パスパもいいしね。そう、いい、ほんとね、めっちゃいい。これね、友達とかでお揃いにしてほしい。私も絶対可愛いから、お揃い可愛いね。皆さんぜひゲットしてみてください。お揃いしましょう。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、いきます。はい、チーズ。めっちゃいい青春って感じですね。ね、今セリシャンで来ました。マジ青春。